負けてこと？わかんないよ。今このバレーを見てる人は私の配信が始まったのに気づかない可能性がある。追いつかれ最終とバレー男子準々決勝出て、やばい、本当に頑張ってほしい。今何対何か教えてくれない？あ、99だって。マジかよ。わかんない、この LINE ニュースのやつ、 LINE ニュースのやつ遅れてるのかな。25、25、え、やば、え、みんな点数知ってる？1個目、1セット目25対20でしょ、え、25対20でしょ、で2セット目25対23だ、危ない、で3セット目27対25だって。デュースいってるやん。で4セット目も26対24なんだよ。デュースいってるやん、やばで、今9対9でしょ、え、やばくない？これもう重々だって。やばい、頑張って頑張って。そう、何にも見れないんですよ。え、これ取ったら勝てるだって。ええ、でもさ、これ取ったらってあれだよね、25点までだよね。あれ、なんかバレーってファイナルセット11点15点とかだったっけ。頑張れー、頑張れー、すごい試合だよね。あ、ひでちゃん、ひでちゃん、くま、ありがとう。え、15点だって、マジで。最後ファイナルセットは15点までなの。やばい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 、めっちゃいい試合じゃん、めっちゃいい試合じゃんっていうか、え、すごい、このあと1セットからが、あと1セットからが長いね。やばい。え、みんな見てるの NHK。 やば、もう勝敗決まる、心臓破裂しそうだって。うわ、11、わー、頑張って、勝ってほしいね、本当に勝ってほしいね。なんでテレビないんだよ。またオリンピックの時と、オリンピックの時だけテレビ欲しいね。他の時はそんなにいらないけどさオリンピックの時はテレビ欲しい。ちょ、まだ4年後テレビ買うか。すごい。で、ツイッターのさ、この男子バレーボールがめっちゃトレンド入りしてるから追って見てるんだけどさ、なんか私が見てるとなんか負けちゃうから私が見てると負けちゃうから、お風呂入ろみたいな人いて、頑張って頑張って。死闘やんだって。いや、本当に死闘だよな。熱い熱い、頑張って。イタリアか、頑張って。うわー、怖っ。もう1点ずつだね。え、ここで、いやー、3連続得点いきたいね。面白い試合だけど見るほど私の胃がしんどいだって。頑張って。すごい、ツイッターの民たち頑張れー。ふぅーね、リードしたいね。やば、なんで見れないんだよ、なんで、なんで見れないんだよ。頑張れ頑張れ。すごいね、こんないい試合。え、やっぱバレーって、え、いや、でもバレーってさ、サーブ打たない方が有利じゃない？うっ、怖っ、お願い。14点目取りたいね。あ、心臓に悪い。これテレビ見てたらめっちゃ、あ、 TVer 見ちゃうと仕事できなくなるから、きょんちゃんのショールームラジオ代わりにすると。言うだってね。頑張れ頑張れ頑張れ。怖すぎて薄目で見てるだって。頑張れ頑張れ
張れ。いやこれは絶対取りたいよ。この点絶対取りたいよ。ヒヤ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 しますね。足うん。じうわマッチポイントだって。やだ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 。おえおお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 。頑張れ頑張れ頑張れ。マッチポイントやだ。本当に本当にやだ。緊張すごい。ツイッターのデュースだって。やばい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 。頑張って頑張って。キャップキャップ。石川つないだだって。石川キャプテン石川キャプテン頑張って。取りたいね。取りたいよ。いい試合すぎる。実況頼むから何も言わないでだって。いや本当に本当にって私見て見てない。え本当マッチポイントだって。頑張って頑張って。イタリアサーブ打つとき手が震えてた。プレッシャーだって。え絶対やばい。私だったら絶対こんな状況でサーブ打ちたくないよ。いやそんなそのオリンピック出ることなんてないんだけどさ。すごい本当に本当にやばい。頑張って頑張って頑張って。勝ちたいね勝ちたいね。勝てる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 。頑張れ頑張れ。お願いします。あやばいね。あのあ怖い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 。イタリアたまらずタイム。あーそういうのありがたい。ちょっと心臓に心臓によくない。ちょっと休憩タイムってこと。危ない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 。すごいめっちゃなんかめっちゃ更新してもどんどん流れてくる。ツイッターすごいね。なんで見てないのにこんなドキドキするんだろうね。やばいやばい。始まりそうだったらちょっと教えて。いやこれ撮りたい。いやこれだってこれ始まった始まった。え待って、私ここに来てツイッター読み込めませんとか言われた。最悪なんだけど。うわさ、頑張れ頑張れ。え待って、なんでだろう。急に読み込めんくなったやで。急に読み込めんくなったやで。ポスト読み込めなくなったんだけど、なんで。これみんなツイッター壊れてる。みんなツイッター壊れてる。大丈夫、まあ、ショールームが生きてれば。あーやばいだって。イタリアマッチポイントよくないよくない。頑張って、ここで負けたら悔しいね。 X 重たくなって。だよねだよね。みんなツイッター大好きじゃん。やばいやばい。ちょっと みんなのあれにかかってる。頑張れ頑張れ頑張れ。あー苦しい苦しい苦しいよ。えなんでなんでだ。くそくそなんでだ。 LINE だといいのか。 LINE だといいのか。やばいやばい。これ何、めっちゃラリー長い、もしかして。めっちゃもしかしてめっちゃ長いってこと。どういうことどういうこと。お疲れ様でした。嘘。悔しい。マジか。マジか。悔しいね悔しいねって。私バレエ一回もやったことないけどいやちょっとやったことあるけど。
味しかったね。でもすごいすごい試合だな、すごい試合だな。見たかった、 NHK 見たかった。いやでもナイスゲーム、日本の日本代表の選手の皆さん、ナイスゲーム。見てないけど私、悔しい、惜しかったね。イタリア、世界ランキングってどっちが上なんだろう、日本と。うわツイッター全然ダメだ、ツイッターダメだ、あダメだ、何もダメだ。イタリアが上なんだ、本当？じゃめち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 ゃいい試合、イタリア2位なんだ。すごい。あすごいね。でも2セット先取して、そっからデュースで。すごいね、なんかイタリアの意地を見せられた感があるな。あ、日本負けたので今日の仕事終わりだ、終了。OK、もういいよ、今日はもう頑張るのやめよう。胸を張って日本に帰ってきてほしいね。本当にそう、本当にそう。もうなんかさ、勝った負けたとかさ、メダル取った取ってないとかさ、関係なくさ、もうオリンピックの選手の皆さんにはもう胸を張ってさ帰ってきてほしいよね。本当になんかさ、ありがとう、ありがとうすぎる、感動をありがとうだよな。うわー、こんなに家にテレビがないのを悔やんだ日はない。こんなにこんなに悔やんだことはないぜ。マジか、悲しい悲しい、悔しいね。いやそう考えると私今回のオリンピック全然ちゃんとリアタイというかさ見れてないんだよな。悔しいな、なんかやばい、今日私作業やんなきゃいけない作業あってさ、頑張ろうと思ってたんだけどさ、バレー負けちゃったからな、私も今日は終わりにしようかな。あ、オリンピック始まる時点では世界ランク日本が2位でイタリアが3位だって。オリンピック中に世界ランキング変わることあるの？あ、ちゃんと見てるとフラストレーションたまるぞだって。いや絶対そう。絶対そう。あ、ツイッターが復活した。え、実況のアナウンサーバチボコ叩かれてるけど大丈夫そう。大丈夫かな。ナイスゲーム、ありがとう、ありがとう。時差があるからリアタイで見るのきついよね、だって。いやそうなんだよな。でもさ、福井にいる時私めっちゃお風呂入るの遅いからさ、なんかお風呂入って日付変わってお風呂入ってで上がると誰かメダル取ってるみたいなめっちゃあった。悔しい悔しい、惜しかったね、惜しかったな。
今残業してる日本人帰ろう今さこの時間に働いてる人もう帰ろう今日は。いやーでもすごいスポーツってすごいよな。なんかさこういう時にさあたこ焼きさんたこ焼きさんたこありがとうチャオだって。このさこのツイッター見てるだけでもさこのなんか人間性出てくるよね。人間性っていうかさなんかさありがとうとかさ言ってる人もいればさなんだよみたいな勝てた試合なのにみたいなさうるせえよお前がやってみろよって思いませんよくないちょっとナチュラル舌打ちが出ちゃうよくないねなんかこういうのなんかスポーツのやつ本当にネガティブなこと言う人も本当に嫌いなんですよね。本当心底嫌い本当にバレーボール大好きだってわかる大好きやったそんな全然やってないけどありがとう本当に選手の皆さん本当にありがとう。あまだ夜勤始まって1時間ちょっとしか経ってないだって朝7時半までだから頑張るだってそれは頑張ろうそれは頑張ろう。今見たかったなえなんか見たかったな。わこういう人キモいんだよなよくないこういう人キモい。なんか謎にさ評論家みたいなさプロにすらなれなかったようなさ人がさよくないどの口が言うてんねんっていう話だよ本当に。すごいわかるね。とにかく褒めたたいてほしいね。本当にそうありがとうってお疲れ様ってワクワクできる試合よありがとうってなんで言えないのって家で一人で切れてる24歳どうどうですか。なんで言えないのって思いません。よくないやっぱスポーツは一人で見るに限るよな。一人で見るかその何ネガティブなこと言わない人と一緒に見るに限る本当に。あきょんちゃんだって落ち着いてって落ち着いてってあこんばんは皆さんこんばんは、きょんちゃんスポーツ好きよねだってスポーツ好きだね。応援するの結構好き楽しくない楽しくないっていうかなんかかっけーってなるじゃん。なんかこの何にもいや私多分あのさ毎年叩かれてるけどさあの甲子園のさ決勝であの優勝したチームであの何泣いてるチア泣いてるチアの子さ割とあの叩かれてるじゃないですか。お前らは何も頑張ってないだろみたいななんかそのなんかさ何も頑張ってないくせになんか謎になんか涙流してみたいなさ叩かれてるじゃないですか。私そのチアタイプなんだよね。そのなんかめっちゃ応援してで負けたら大泣きみたいな割とそのタイプだからその毎年春と夏のさあれ何
選抜とかさ甲子園とかでさその泣いてるチアの子がちょっと叩かれてるのを見るとちょっとあの悲しい気持ちになりますね。いいじゃないかっていな 何が悪いんだよって純粋な気持ちで応援して負けて悔しくてとかさ勝って嬉しくて泣いて何が悪いんだよってちょっと思ってしまいますね本当にね。え8月24、25福井行きますだって。え本当なんでだろう。一生懸命やってる姿って素敵よね。ねそう本当に本当にそう。叩かれてる人に詳しいだってそんなことないんやけど。感動する涙がわからん人のやるな。ねあんまり人の気持ちとかわかんない人なのかな。あんまり人の気持ちっていうかでも割となんかいいねついてるくない。そういうのあれ私のカバンあったあれ私の前髪クリップ。いやでもちょっとみんながコメント欄で実況してくれたおかげで感じに楽しめたというか。ありがとう。ツイッター追いかけてるだけだと多分あれだった途中から見れなくなってたと思うので。バレーの選手2人だけわかる。石川選手と西田選手ならわかる。バレーオリンピック、あ男子バレーオリンピック、なんて選手って書いてるの。これ何人いるんだろう。キャップ石川キャップ。バレーってバレーはコートに6人。でも全12人なんだ。なるほど。石川選手わかる。西田選手、あ西田選手ってあれだよね、ご結婚、あの女子バレーのあれだ、古賀選手とご結婚された方だっけ。あ待って、でも顔見たらわかるな。なんかさバレーの野球の選手って覚えられないけどさ、バレーの選手ってめっちゃ覚えられるよね。なんでだろう。そうだ、高橋選手なんか話題になってる。なんてお読みするんだろう。 R って書いてるから I じゃないのか。ラアイス食べようかな。人数少ないからかな、そういうことかな。でもそのずっと6人がさ、まあ言ったらずっとぐるぐるしてるわけじゃん。えランって読むんだ、かっこいい。ぐるぐるしてるからか。そう野球ってさ覚えられないよね。ピッチャーの顔ばっかりピッチャーの顔は覚えられるんだけどさ。山内選手、え待ってね、柳田選手さ、私柳田選手さ、一回さっきさなんかおすすめ欄で回ってきたんだよな。柳田選手ってさ、なんとなく石川キャップと同じぐらいの年齢のイメージなんだけど、メンバーじゃないのかな。誰か知ってる人いる？あん清水さん
清水邦弘さん福井の方なんですよ。あれそうだよね。いやうんそう福井の方だ。ジュラチックがフォローしてるから福井の方だ。見極め方おかしいけど、あたすなみさんスタメンコロコロ変わるから余計に覚えられるようなだってやば。たすなみさん私と同じ誕生日だから皆さん、たすなみ監督もお祝いしてくださいね。ね、オリンピックってさ、オリンピックっていつまでやっている？チームジャパン、うわこれすごいよ、すごい試合やで、点数見るだけでさこんな試合あるって思いません？すごすぎるな。そう、たつなみさんも8月19日なのです。オリンピックっていつまでなんだろう。あと残ってる競技って水泳とかさ、えってかみんな 100m 見た？陸上の。いや私そ 見れてないんだけどさ、9秒台で走っても決勝行けないなんてことある？どういうこと？なんで9秒、え9秒、だって私がさ 50m 走ってる間にさ 100m 終わってるんでしょ。どういうこと？どういうこと？陸上、あでも陸上あれじゃない、リレーとか残ってる。日本リレー強いじゃんね。12日まで、え12日まで、12日か、あ12日か、絶妙なラインやな。じゃあもうお盆の頃にはもうじゃあ終わってるってことだ。なるほどね。あブレイキン9秒台で決勝いけないの初めて見たね。すごすぎない？ブレイキン、やばい、ちょっと塩タブレット食べよう。ちょっとバレーのあれで手に汗握ったので、このピクミン塩タブレット、うま。体操とフェンシングも残ってる。だってフェンシング面白い。フェンシングさっき流れてきたツイートめっちゃ面白かったんだよな。どれだったっけ、あ待ってね、8月19日、8月19日18時半から放送のくしゃみです。あとレスリングがあるんだって。体操とフェンシング、8月19日18時半より放送のカウントダウン TV ライブライブにポルノグラフィティ出演します。イエーイ。アポロやミュージックアワー、アゲハチョウ、カイホークなど盛りだくさんのフェス企画となります。だって何4曲も歌ってくれるってこと？どういうこと？本当にそんなにいっぱい歌ってくれるってこと？あこれかも、あ違うな、あこれだ。アポロね、アポロとかさ25年前の曲って
って本当って思わない？なんかさ、いつ聞いてもなんかさ、色褪せない名曲ってこういうことかって思うよね。なんかごめんね、なんか推し自慢なんだけど、推し自慢っていうか、そう、誕生日プレゼントやねん。ワクワク。あ、これ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 、フェンシング団体だっけ、日本金メダル取ったじゃないですか。でフェンシングは電子判定なので、本場かつ地元のフランス相手だろうが勝てるの臭すぎるやろってやつが 3.8 万いいね言ってた。なるほどねってなるほど。だって決勝フランスだったよね、フランス対日本みたいな。なんとかしてほしいぜ本当に。なんとかなんないのかね。いや、よくないね、よくないですね、あんまこういうの言うの。そう、25年前なんですよ、びっくりじゃない。 でもさ、普通に考えてさ、アポロデビュー曲っていい曲すぎないアポロデビュー曲すごすぎない？でセカンドシングル「一人の夜」だよ、いい曲すぎない？素晴らしい、素晴らしいですおい、ギャッツピーのね、新しい匂いになりました。なんだっけ、今まで黄色の杉薬局限定かなんかの黄色のなんかレモンなんとかみたいなやつ使ってたんだけど、青色のねフローズンサイダーっていうやつになった。めっちゃサイダーだよめっちゃサイダーだからいい感じかも、おすすめです。あ、ロマンチストエゴイスト聞きたくなってくるな。だっていいね、ちょっとアルバム曲いっぱい聴いて勉強しないといけない。かっけー、かっけー。この人はよし、え、アポロの月面着陸、1969年で立浪監督の生まれた年だって。マジでマジ、そこつながるそこつながるんだ。いいよいこらセット、あ、間違えた。トゥ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 ルルルルル、11時だみんな。いや、私めっちゃやんないといけないことあるんだよ。だからちょっと今日は本当終わるまで、最近私寝すぎてるからさ、ちょっと今日はこの作業やんなきゃいけない、やらないといけない作業が終わるまでちょっと寝ないでおこうかなと思ってるんですよね。頑張らないとうわっ、パソコンでLINE のログイン、え、結局仕事してる。だって偉いぞ俺。だってちょっと偉すぎるな。一生寝れないね。だっておいおいおい、あー、キャップ泣かないで。いや、でもいや
いいな。生まれ変わったら、生まれ変わったらオリンピック選手になりたい。よしよし、きょんちゃんいつも何時に起きてるの？だって本当に日によるね。予定がなければ割とのんびり、予定があるときは6時とか極端すぎるんだよね。極端すぎるんだよな、ちょっとな。あ、だらだら仕事よくないね。本当にそれ寺井さんにも言われた。なんかこの1時間で LINE 返すとか、そういう風にやった方が絶対いいよって言われてさ。そう、私何でもかんでもさ、やっぱ携帯触るといろんなの見ちゃうじゃん。ポイ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 って。そうだからね、それが良くないよね。オリンピック選手儲かるの？だって、いや、儲かる儲からないちゃうやねん儲かる儲からないちゃうやねん。でも分かんない、団体競技だと分かんないけどさ、個人とかだとさ、個人のやつでスポンサーとかついてたら、だって堀米くん、あのスケボーのさ、堀米くんとかだって、あれアメリカにでっかい家建てたんでしょ。すごいよね、夢あるよな。よし、オッケーあ、やらなきゃーってしてスマホいじって結局やらずに終わるからな。本当に本当にそう。生まれ変わったら冬のオリンピックのスキーのジャンプで金取りたい。だって、うわ、かっこいいね。うわ、何の競技がいいだろう、やるとしたら。むず、むず。待って、違う、私ワードをインストールしたんだった。あ、間違えた。うん、マイクロソフト、うん、あんま注目されない競技でしれっとメダル取りたい。だって、わ、いいなそれ。でもメダル取る取らないでさ、めっちゃ変わってくるよね。なんだろう、わ、むずいな。何の競技かな。でもなんかさ、何、一瞬で終わっちゃう競技はちょっと無理かも。無理かもっていうかさ、なんて言ったらいいの、そのやっぱラリーする系がいいな。だって水泳とかさ、陸上とかさ、もう一回用意スタートってなったらさ、もうそれでもう決まっちゃうじゃん。だからなんかちょっとそれはちょっとね、耐えられないかもちょっと耐えられないかもしれない。
ちょっとラリーある系だとまだちょっとチャンスいっぱい。あ、他人に迷惑かけたくないから個人がやな。うわー、わかるなー。そうかも。あ、それだわ。わ、それだわ。確かに。団体、いやでも団体の方が嬉しいんだろうけどさ。だってバレエとかさ、みんなで一つの目標に向かって頑張るみたいなさ。めっちゃいいじゃん。いやでもそうだよな。ミスした時になんか、死にたくなりそうだからな。個人がいいかも。個人だったらね、良くても悪くても全部自分のせいだし、全部自分のおかげだから。確かに個人がいいかも。でもアーチェリーとかやっぱかっこいいよな。夏の競技。パッと出てこんな。あとでもネットある系がいいな。ネットある系ってそんなに。柔道とかやっぱ怖いじゃん。なんか柔道怖くない？レスリングとかさ。でもスケボーはちょっと楽しそう。自分が小さい時に今のオリンピック見てたら絶対スケボーやってたなって思う。だってでもスケボーさ、わけわかんなくない？見ててっていうかさ、だってさ、なんでさ、ピョンってやったらさスケボーが浮くの？なんでさ足にさボードがくっついてくるの？どういうこと？誰？初めに始めた人。なんで、え、これできるじゃんって、なんでなったんだろう。すごくない？スケボーめっちゃ怖そう。でもスケボーは絶対もう自分との戦いだよね。だって怪我だってもう怪我と隣り合わせみたいな感じじゃん、スケボーって。あ、4年後野球とソフト復活するんだって。え、マジ？ちょっと中日の選手頑張ってほしいね。え、何？ワードって無料で新規登録？何？新規登録すりゃええの？電話番号でいいか。これだ。あ、間違えた。もう機械のことはさっぱりわからんやで。ロボットを倒すことに。ロボットでない、待って、私あれ入れちゃったんだよね。なんかインスタの広告で出てくるさ、あなたがロボットではないことが証明されました。だってやったー、コードが来るらしいよ。あ、ありがとう。コード来た。あ、コードすぐ消えた。ね、コードなんで消えるの？もっと長いこと表示してよって思いません？いけ、いけ、これで使えるってこと？あのさ、このインスタの広告で出てくるさ、あのかける1みたいなさ、あの何プラスなんとかプラスなんとか10でさ、なんかバン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 って言ってさ、あの強い武器もらったりさするやつ。
なんてやつだっけ、かまいたちさんがラストウォーなんとかってやつだ。あ、そうそうそう、かまいたちさんのやつ、ラストウォーサバイバルだって。そう、ちゃんとあれだ、広告と同じ、広告と同じあのやつが出てきたから楽しい。始めちゃった。わ、これ倒せるかな。え、これ絶対無理じゃん。え、無理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 、死ぬ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 、え、死ぬ死ぬ死ぬ、え、待って、私これ下手くそかもしれん。あー、いけ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 、同じ、あ、やってる？やってる人いる？これ今3ステージ目ぐらいなんだけど。え、なんか全然うまくできない。え、全然うまくできないんだけど、なんでだ？ダメだ、ここのステージはうまくできない。モニカ、なんかめっちゃ美人な女の子出てきた。なになになに、え、なんでさ、こういうさゲームのやつってさ綺麗な女の人出てくんの？あのやっぱ男性の方がお金を落とすから。どういうこと？男のキャラクターより女のキャラクターの方がいいのか。お、いけ、頑張れ頑張れ、俺は頑張るぞ。いけいけ、なんかゲットした、なんかゲットした、やったーやったー、なんかゲットしたよ。いけ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 ー。そういうこと？それがゲームっていうもの？やばいやばいやばい、間に合う間に合う間に合う、あ、間に合った間に合った間に合った、いけ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 、いや汚い女の人出てこられても、だって、いや汚い、いや汚い女の人じゃなくて、その別にさ、女の人じゃなくてさ、男のキャラでもいいわけじゃん別に。そんなに、あ、でも男も出てきたわ。あ、やばいやばいやばい、あ、いけ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 、あ、なんかちょっとうまいかも、うまいかも、だって、いや、広告、そう、広告通りのゲームがねちゃんと出てきた。え、ミュート、ミュート、マジさ、ミュートのボタンさ、マジめっちゃ反応悪いんだよね、本当にやめてほしい。ダメだ、このゲーム私向いてないかもしれん。ちょっと上手い人いたらやってみてくれ。上手い人いたらやってみてくれ。メダカ無事ですか？だってメダカあの後もっかい絶滅しちゃって、今ね、3代目のメダカたちです。でもね、それなりに育てられてるよ。偉いので、私偉いので。ね、これワードってさ1ヶ月、え、ワードって待って、移動する前でこのさ1ヶ月のさ無料のやつやってさ、これ1ヶ月過ぎたらさ、あれでしょ、勝手にお金引き落とされてんの。マジやめてほしいんだけど。継続は自由です、だって。更新日の1日前までなら設定 Apple ID からいつでもキャンセルできます、だって。どういうことね、本当に無理。ワードって何、みんなお金払って使ってんの？そういうものなの？ワードとかさ、エクセルとかさ、金かかってんのみんな。え、似たようなのが Google に無料であるのでそっちを使ってます。え、このさ、マジで分かってないんだけどさ、 PDF
あ、違うじゃん、インスタ違う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 、わ、最悪。ログイン、ログイン、誰だっけ誰だっけ、あ、いた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 、これをなんとかなんとか DOCX ってさ、でもこれワードのマークなんだよ。あ、待って、これパソコンだと打ち込める、もしかして。ダメだ、本当に訳がわからない。あのさ、わかんない、私さ、エクセルとさパワポしかわかんないんだよね。 PDF とかさ、ワードとかさ、なんかそんなに書式形態っていうの、わかんないんだけど、誰かわかりやすく説明してくれない？パソコンでやった方が作業楽です。だって、え、なんかそんな気がする。だってこれだってさ、開いてもさ、だってスマホでこんな画面出てこなかったんだけど。ちょっと待てよ、ちょっと待てよ。そうそう、何、そう、ファイルの形式なんかいろいろ、え、これなんとか版で送るねとかさ、なんとか版も一応送っとくねみたいなさ、いや、わからんわからんわからんみたいなうんうんみたいな、わかんないわかんないわかんないってなるんだけど、な、何それ、な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 に、本当、本当に何、そしてこの迷惑メールの数々。あ、ミスター社交辞令さん、これジュースじゃなくてカクテルなのかな。ありがとう、ありがとうございます。ブラン監督最後なのあ、待って、ありがとうありがとう。中身見るだけにして、あ、なる、勝手に編集できないように送るためだったら PDF だって。 PDF は Adobe って会社のソフトでレイアウトが固定されたものが作る。じゃあ PDF に打ち込もうって思ったらそれはもうできないってこと？もう作った人が、うん、PDF は印刷用の形式だからいつ印刷してもレイアウトが固定されて便利だけど編集はできないって。待って、急にめっちゃ鼻水出てくるんだけど、なんでだろう。ロックあり、ロックあり、ちょっと待って、ロックありって何、うんうん、ロックって何、ロック解除したら何、これ、
じゃあワードで来たやつは DOCX はワードで開いて編集ができる。だってPDF ちょっと待ってPDF は文章を改ざんされないように。だって待って、なんだっけ、そうこれ、そう PDF 版で届いたりワード版で届いたり、むむむむ、すごいな、さっぱりだよ。みんなこんなん使いこなしてんのみんなこんなのを使いこなしてるの。電子の左の四角ってこれってこと？そんなんどうやってやるんだよ。適当に打ってみよう。あれ？何これ？なんて打ったらいいの？このさ、枠にあのペケマークしてくださいみたいなやつさ、できなくない？ワードでそんなんできるの？署名代表氏名、待って、とりあえずこうしてみる。いやちょっと待って、わかんないな。これ何？私の端末で文字化けしてるってことなのか？ちょっと待って、これと、そうそうそう、チェックボックスのやつだって、まだだってさ、チェックボックスがそもそもないじゃんみたいな、ないじゃんみたいな、そうパソコンでやってる今。じゃあこれ私の名前じゃないってこと？これをコピーして、名称、いや、なんとかできそうと思いたいよ。うわめっちゃごめんなさい、うわめっちゃごめんなさい。オッケーオッケー、チェックボックスって打てば出てくるってこと？あれ今私どこに打ち込んでるんだ？あれおかしいぞ。あーなんか、なんかもうめっちゃ変なのになったんだけど、マジほんと夢、こういうの出るからほんと夢よ。パソコンマジへし折りたい。なんで？なんでそんなことになるの？ねえおかしくない？は？
ほらだってなんかね、なんでさ文字の上にさ、なんで文字の上に文字重なってくんの？わけわかんなくない？なんで？なんでなんでなんで？なんでさ文字、なんで文字の上にさ文字がさかぶってくんの？何これ、だからワードで見るとそうなってるけど、じゃあ PDF にしたらじゃあ綺麗に並んでるってこと？どういうこと？文字に文字が重なるのは開業幅のせいかな。待って、それかも。でもそんな幅なんてさ、どうしたら。だって私はペケを打ちたいだけなのに。私はペケを打ちたいだけなんだ。なんでそんなことすらできない？なんで？だってこれ消してもさ、だってまた同じ画面出てくるってこと？最悪じゃない？もしかしてそれって。ね、なんか開き直したらさっきと全然違う表示のされ方で出たんだけど、さっきはあんなに横線縦線あったのに、今回開いてみたら縦線横線なくなってるんですけど、なんでですか？なんで、なんでですか？なんでですか？本当に本当に、なんで、どうしたらいいの？えい、フォルダを開く、転送、ダメだ私マジ本当にパソコン無理かも。なんだこれ、保存しないで、だって保存の仕方も分かってないし、ちょっと待って、で検索してそれを LINE で送って、これやこれや、あ、これ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 、これをコピーして、貼り付けで、でそれを LINE から引っ張ってくるのです。ちょんちょんちょん、いけ、あ、いいよ、名称名称、合ってるもしかして、合ってるもしかして、
F… いや、合ってる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 代表…だからここが私じゃないってこと、これがそこからコピーしてくればいいってことだ。コピー、これでどう、これでダメなんか。待って、ちょっと LINE 読み返そう。こんばんは。ダメだ、私今日 LINE めっちゃ返してなんか10何とかだったのに、もう30とかなんだけど、やめてくんねえか。あれ LINE、 あ、 あった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 。で、ちょっと待って、これだ、今日の日付でいっか。今日の日付でいいか。え、もう20分で終わるけど、まあいいか。と、お、え、これでどう、これでダメなの、これでダメなんかな。え、これさ、保存ってどうやってすんの、コマンドなんとかみたいなやつだっけ、コマンドなんとかみたいなやつで保存できるやつじゃない、これもしかして。じで、結局さっきのチェックボックス一体どこにあるのかさっぱり分かってないんだけど、あるの、チェックボックスなんて。適当に打ち込んでみる。名前をつけて保存、左上のファイルを押せば保存ボタンがあるよ、だって。これだ、え、保存がある、え、しかもコマンド AS じゃん。え、これ本当に保存できてんの、ちょっと一回ドキドキしながら見てみよう。え、これでちょっと保存できてたら結構嬉しい、成長を感じる。え、保存されてる。え、これでどうやって LINE で送るの、これって LINE でどうやって送るの、これを、わかった、これを、ん、これを、うん、名前をつけて保存、名称変更、 PDF として書き出す、共有 LINE、 これや、トークにシェアで、え、どう、ね、これでどう、え、これできてるのかな、これでできてるのかな、うん、わかんない、まあ、ちょ、聞いてみよう、聞いてみよう一回、これで、これで大丈夫ですか大丈夫ですか、え、パソ、あ、これで大丈夫ですか、これで大丈夫ですか、機械、あ、コマンド S と仲良くさせてもらってます、だって。もう寝てるかもな、いや、まあ普通寝てるよね、まあまあまあいいだろう。でもなんかとりあえずスマホじゃなくて、スマホじゃなくてなんかパソコンでやった方が割と便利っていうことは分かった。
旦この件は OK で、また別件、また別件が残ってる。で、別件は本当に時間がかかる。さっぱり OK 送ってみたお送ってみた。なんとかなっただろう、きっと。よし、そしたらもう別件は何時に終わるんだろう。いや、まあちょっと頑張ろう、みんな頑張ろう。わかんない、みんな今日月曜日そろそろ寝る時間じゃない？え、俺も仕事のメール返しとこう。だって偉すぎ。え、このさ、パソコンでさ、何、メモ機能あるじゃん。メモっていうか、この何、スマホと同期してあるやつあるじゃん。これ何、同期全然されてないんだけど、これな、あれなんでこんなことになっちゃった。なんでこんなことに。なんか大昔の、もうスマホではもうとっくの等に消したようなさ、やつめっちゃ残ってるんだけど。え、大変。明日始発だけど準備がまだ終わっておりません。だって頑張れ。それは頑張って配信聞きながら動画編集やってる。だってそれってさ、配信聞けてないよね。配信聞けてないよね。てか動画編集さ、動画編集って電話しながらとか無理だからさ。待って、これはちょっと待って、これは消す。あ、間違えた。いや待って、これ、あ、履歴、あ、分かった、これ履歴を一旦全部消して。 OK、 やった。疲れたな。よし、ちょっと今日の配信は終わるわ。ちょっと頑張っ、作業を頑張ることにするぜ。待って、さっきあれだ。ギターやってる人がいてさ、相談したんだよ、始めたいんですけどって。で、私エレキの方がさ簡単らしいからさ、エレキにしようかなと思ってたんだけど、でもなんかアコギ
弾き語りとかするんだったらアコギの方がいいよって。エレキから入るとアコギになれる必要があるから、それだったら最初からアコギの方がおすすめだって。なるほど。アコギの中でも弾きやすい大きさのやつとか弦があるから、そういうのを選ぶといいんだって。でも最近めっちゃ YouTube でさ、めっちゃギターの勉強してさ、めっちゃじゃないんだけどさ、とりあえずなんとなく種類となんかメーカー名だけちょっとだけ分かったよ。なんだっけ忘れた。テレキャスターとなんとかなんとか。テレキャスターが可愛いっていうのはなんとなく分かった。形の話でしょ。形この何、上じゃなくてその下側が長いみたいな話。でもエレキ弾いてる女の子可愛いよね。わかる。だからわかんない、そのアコギ、エレキからアコギはむずいけど、アコギからエレキは簡単ってこと。だからとりあえずアコギを練習すればいいのかな。いやでもそう、騒音問題があるよね。そうなんです。エフェクターで遊べたり騒音気にしなくていいのがエレキの魅力。だよねエレキだってイヤホンとかヘッドホンとかとつなげたらさ、ほぼもう自分の世界ってことでしょ。でもエレキ練習したらあれか、なんかパワーコードね。パワーコードって何パワーコード、エレキはパワーコードでいけちゃうから、それだとアコギだとなんとかかんとかみたいな。意味がわからないよ本当に。初心者はパシフィカか、なんだっけなんて言ってたっけ、初心者パシフィカかなんとかかんとかみたいな。めっちゃ YouTube 見てる。でもさ、上手い人の演奏聞くとさ、うわギターやっぱかっこいいってなるけどさ、なんか心折れる。始めてもないのに心折れるくない？なんかうわギターかっけーけど、でもこの人まではこんなレベルにはできないなみたいな。なんか知ってる曲だと特にさ、押さえてる指の弦のみを弾くことだって。それをパワーコードっていうの？あれさ、6本あるじゃん。あ、パワーコード、粗品さんとせいやさんのパワーコード動画がめっちゃわかりやすい。ほんと？霜降りチューブってこと？霜降りチューブパワーコードでいけるってこと？あ、粗品がパワーコード。粗品さんすごいな。粗品さんだってせいやさんにギターも教えて麻雀も教えてじゃない？すごいな。でもさ、アコギってさ、デザインなんか似たり寄ったりじゃない？エレキさ、いろんな色とかさ形あってさ、エレキの方が可愛いよな。いやそうでもないのかも。アコギでもいろいろあるのかも。だってほらこれとかめっちゃ可愛いじゃんこれとかだってめっちゃ可愛くない？あ、でもアコギ、これアコギなんか？これはアコギなのかな？エレキの方が可愛い。いや、これアコギっぽいな、でも。このアコギ可愛いな。どれ？どれ？アコースティックギター。あ、これアコギなんだ。アコギもいろんな色があるってこと？てか、なんか、そのなんかいろんな、でもさ、ふと思ったのがっていうかさ、その何年生、ワインみたいなさ、何年生みたいなやつあるじゃん。自分と同い年のギター弾くのとかなんか良くない？謎にちょっとロマンがあるよね。このギター私と同い年なんですみたいなさ、めっちゃ良くない？あ、フェンダーね。ね、フェンダーいいな。初心者でフェンダーのギターはあれ、あんまりなのか。見た目でテンション上がると触ろうって思えるはず。そう、私見た目から入るタイプだからさ。見た目からっていうか見た目いいと、やっぱ見た目気に入ってるのって大事だよね。洋服、お洋服とかもそうだけどさ、
で見た目気に入っとけば、まあ時期に練習しなくなってインテリアになってもまあいい感じっていういい感じっていう。エレキの方がジャカジャカ弾いてうまく見せられる説、それある、それあるの、なんかジョワーンってなるから、エレキの方がごまかせるよね。そのなんか音の音がなんか途切れ途切れになってたりとかさ、なんかごまかせそう。え、かわいい。え、アコギー。え、うん、あ、アコギでもエレキみたいなヘッドの形してるやつあるんだ。え、めっちゃかわいくね。え、それにしよう。え、それにしよう。このアコギってさ、このなんか何33、この123123の形じゃん、ヘッドっていうか、そんなにあの弦をさ、キコ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 ってしてる部分あるじゃん。あれさ、その片方に3本、片方に3本みたいな。でもエレキってさ、こう斜めに123456ってなってるじゃん。そうなってるエレキもあるんだね。え、絶対そっちの方が可愛くない？買うの決めたの。だってえ、ちょ、割とここ1日ここ1日ここ1日結構ギター買うの傾いてる。たった1日かよって話なんですけど。いや、でもそういうの大事、大事だよ。こういうの勢いだから、勢いというか。アコギでかいイメージだって。確かにそうなんだよね。チビでも弾けるような。フェンダーのアコギは6連のイメージだって。あ、6連って言うんだ。3連6連ってこと。かわいい。いや、でもあれでしょ、一旦安い、本当に安いやつを買ってみるのがいいんだよね、きっと。絶対そう。それで、あ、自分はこういうのがいいなみたいなのを学んでから、絶対あの楽器屋さんとかで買うのがいいよな、どう考えても。きっと想像した以上に一目惚れして心中するのもロマンだって。え、あのさ、お笑い芸人さんさ、めっちゃたっけえの買うじゃん、100いくらの。え、なんかこういろんなさギター見てさ、あ、これもいいですね、あ、これもいいですねみたいな。でもさ、そうなんか後半の方に、え、これ世界で1本だけなんですかみたいな。で、え、100何十何万円みたいな。でもなんか、うわー、ロマンあるなみたいな、買いますみたいなさ。芸人さんのギター買う YouTube って全部それじゃない？全然いいよね。なんかかっこいいよな、なんか世界に1本みたいな。いいな。みんなもさ、自分と同い年のギター買わない？これを機にこれを機に。自分と同い年のギター買ってみないか。え、でもやっぱエレキの方がいいよな。エレキ、テレキャスターで調べるか。テレキャスター、テレキャスター、でもさ、白黒のやつめっちゃ可愛いよね。モノクロのさ、なんかめっちゃ可愛いの見かけたんだよな。可愛かった。
島村楽器。あ、そう、フェンダーとギブソンね。なんか聞いた。あとヤマハはいいらしいよ、やっぱ世界に誇る日本のメーカー、ヤマハアンプ付き。でも絶対ほら、あ、初心者セット、初心者14点セット、14点、初心者14点、14点もいるの、ギター始めるのに。え？え？ようわからんな。ようわからんな。でも見た目かわいい。え、やば、10万円だって。ひえ、初心者14点セット10万円だって。怖っ。送料込みだけど。でも初心者14点セットで4万5千円のやつがある。これは何か、ギターのものが違うってこと。いいなぁ。いや、でもギターやるってなったら爪、そう、ネイル切らないといけないから。でもちょっとポルノのライブはちょっとネイルしていきたいから、だから9月の9日以降なんだよね、ギター弾けるのって。最速でも知らんがなだと思うけど知らんがなだと思うけど。面白い。なんか楽器っていいよな、楽器って。楽器なんか、あ、でもなんかギターがさ、一番さ、なんかお金貯めて大学生の時に買いましたとかさ、なんかずっと欲しかったのを買いました、なんか相棒感が悪くない？なんか車とかもさ、なんか友達大学生の時から欲しかった車この前買ってってさ、それもいいな。だけどさ、なんかギターの方がちょっと相棒感あるじゃん。大学時代にバイトめっちゃ頑張ってこの十何万円のギター買いましたとかさ、憧れのなんかなんとかモデル買いましたみたいな。いいよね、大人ってそうだよね大人ってそうだよね。ギターって女性に例えられること多いですよね。だって、え、そうなん？何？好きになったり嫌いになったりってこと？うまくいかないこともあって、でもうまくいくこともあってみたいなこと。あんま聞かないな。ちょっと待って、どうやったら。あ、なるほどね。大学時代コピーバンド流行ってたからその流行りに乗ってたよ。だって、え、でもさ、コピーバンド流行っててその流行りに乗れるのすごくない？だってやってたってことでしょ。ミュージシャン彼女感あるっぽいよ。だって、え、ギター女の人とかで調べようと思ったらギター女の子イラストで出てきたから、ちょっと調べてみてしまった。かわいいな。いや、ギター持ってる女の子かわいいよな。いや、違うね。ギター。あ、フォルムの話ね。そういうことか。あ、すごい、ちゃんとあれだ、なんだっけこれ、ヤフー知恵袋。女の人をモチーフに作られた楽器なんですか？だって。というのが定説、女性をモチーフにした説と、音の反響のいい形にしたらたまたま瓢箪型になって、後から女性のその体型に例えられるようになった説があります。だって。あ、でもそもそもギターよりも先にバイオリンなどの楽器があったわけで、ルーツはそちらです。だって。はあ、なるほどね。文化祭で軽音部かっこいいってなったけど自分でやろうとは思わんかったな。だって。え、でも中学校の時にいた。なんか軽音部とかはなかったけど、なんか文化祭でバンド組むみたいなさ、あの子たちどんだけ練習したんだろう。めっちゃちゃんとした演奏になってたよ。ちゃんとボーカルと
ボーカルギターベースドラムみたいな。なんでなんでみんなたまたま家に楽器があったということえそんなことある。でもまあそうじゃないとやろうってならないよね。でもやろうってなるのすごくない。あの曲歌ってた、ほーらあなたにとってのやつやってた。めっちゃ盛り上がってた。後輩だけどすごいよね。楽しそう。待ってもう日付超えちまったぜ。頑張らないと。あ、好みの女性をギターに例えてみた。だって何これ。あ、なるほどね。716いいねだって。あんまりだったら、あんまりだったらとか言ったらよくない。かわいいギター女子19選だって。こういうの見てこう。いやでもこういうの別に買う前に見てもどうしようもならないよね。この買って心が折れそうな。だってギター買って1ヶ月で9割の人挫折するんでしょ。このモチベが下がってきた頃に絶対見るべきなのにさ、買う前に買ったところでなんやな。うわーかっこいいな。いやそう、待って、椎名林檎さんってギターできるんや。まあそりゃそうか。あんまりボーカルのイメージしかなかった。美和さんだ、かわいい。あ、桜子ちゃんだ。指の皮が硬くなってくるまで我慢できればって。でも和太鼓も熱くなるからな。ポニーキャリオン、わええー、なー、わええー、なー、わええー、なー。いやちょっと終わろう、終わろう。火曜日だ。え、待って、やばい、ちょっと本当にやばい、時間が足りないっていうか、やばいな。ちょっとね、めっちゃ一日一日さ、めっちゃ頑張らないといけないんだよな。今から3ヶ月ぐらい、やばい。そういうの苦手なんだよねそういうの苦手なんだよな。まあまあまあ頑張るしかねえですわ。みんなもそれなりに頑張っていきましょう。13位ジップさんありがとう。12位ピースさんありがとう。11位カイくんありがとう。10位天野さんありがとう。9位ちくわ豆腐さんありがとう。あ、ランキング変わったけどあれだな。8位がさゆちゃんありがとう。7位きなこありがとう。6位りおちゃんありがとう。5位がくらすどきさんありがとう。4位またもちさんありがとう。3位ひでしゃんありがとう。2位がたこ焼きさんありがとう。そして1位がミスターシャコジレさんです。ありがとう、ありがとうございます。おやす。あ、私も今月は毎日頑張らないとだってね。ちょっとみんな暑いけど雨にも負けず風にも負けず夏の暑さにも負けず雪にもだっけ。お仕事頑張って、頑張ります。ではではでは、私はアイスを食べつつアイスを食べて自分の機嫌を保ちつつ頑張りたいと思います。確かにそうだ、みんなコロナ流行ってるから気をつけてね。じゃあおやすみ、お付き合いありがとうございました。またねー。